definitely still my favorite. So good. So, new jumper. New jumper. New jumper. Clashing? Are we clashing in colors? Oh, I don't know. I think it's fine. Purple. Is this the tribute for the next video? I think so. I thought I just want to wear something fashionable as we're moving into, you know, a fashion section. Why not? Indeed. So we sadly lost our legendary design and producer, Kansai Yamamoto, in July of this year. One of his final projects was called the Nippon Genki Project 2020 Super Energy. Super Energy, yes, which we are pleased to broadcast here as a tribute to the life and work of an astonishing designer and human being, Kansai Yamamoto. This project is presented in Japanese, subtitled in English, and includes some spectacular designs, international cultural exchange program, performance, special events from Enryaku-ji Temple, should say that better, and more. So, get comfortable for the next 50 minutes with the Nippon Genki Project Super Energy. こんにちは、山本未来です。本来であれば本プロジェクトの実行委員長である山本寛斎が元気いっぱいにご挨拶をするはずでした。一日も早い復帰に向けて父も闘病生活を頑張っております。本日は娘の私が代わりに父の思いを伝えたいと思います。父からはこれからの自分の仕事は未来を担う方々の気持ちに寄り添い、もっといけ、もっといけと叫び、応援し続けることだと、その熱い気持ちを聞いております。今からご覧いただきます映像は、まさにそんな父の熱い、熱い思いがこもっています。ぜひ皆様もご一緒に、未来の才能を応援していただけたらと願っております。最後に、このプロジェクトの実現に向け応援してくださったすべての皆様に心より感謝を申し上げます。それでは日本元気プロジェクト2020スーパーエネルギーを最後まで楽しんでご覧ください。やっちゃうんですよ、日本元気プロジェクト2020。私はハリー杉山です。そして今日も元気だよ、完璧だよもう土屋アンナでございます。寛斎さんのまず服を我々着てます、はい、完璧だよ今日もね。かわいいよ、もう色で元気になるからそうね、そう、とにかく元気をねもらえちゃうっていうのが寛斎さん の, あの服の魔法思うんですけど、はい、アンナちゃん今日我々どこに今いますか。ここはですね、うん、私たちはもう何回も来てるんですけれども、うん、こうやって今たくさん写真貼ってあるでしょ、はいはい、何なのって思うでしょ、うん、これが今日 の, あのこれからお届けする映像のアイディアのソースになってるんです。はいはいはい、はい、だからこうやって今回の2020のショーも今こうやってエッセンスがめっちゃ貼られてるんですよ。寛斎さんの、まあ、心臓的な場所ですよね。アトリエなんですよ。ここから今日皆さんの元へとねお届けしていきたいと思います。はい、
ということで今からフルスロットルでね始めていきたいと思いますけども、はい、日本元気プロジェクト、人間参加、これテーマにしてるんですよ。要するに人間がいかに素晴らしいか、うん、まあ、世界各国で国際交流イベントをいろいろと手掛けてきた山本寛斎さんが中心となって、まあ、世界の人々が夢を持ってその実現に向かって挑戦することで元気になってほしいという思いを、まあ、具現化するプロジェクトなんですよね。日本だけではなくて世界中でいろんなリアルなイベントをプロデュースしていて30年間、まあ、およそ30年間で370万人を動員するほど、まあ、多くの方々に感動、興奮、お届けしてまいりました。アンナちゃんも日本元気プロジェクトのいろんな、ね、ご経験とか今まではたくさんあったと思いますけど、言葉にもできない形でも表現できないもうなんか感覚なの。でもその一人一人が持った感覚をこの場で祭りにして、で人と人がその感覚をぶつけ合ってお互いがギブアンドテイクでもっとエネルギッシュになるっていうのだから、うん、やっぱりこうやって生きてるとそういう場がやっぱないじゃない、うん、だから私にとってはこういうプロジェクトが世界にどんどん広がって、なんていうのかな、世界が元気になる、人々が元気になる、生き物が元気になるようになればいいなと思ってるから、これこそが、うん、人間のまあ祭りなんじゃないのって思う。なんか心のキャッチボールっていうものがその場で感じられるんだよね。わかる。さあそして僕とアンナちゃんが今話し倒した日本元気プロジェクトなんですけども、もともとはですね6月13日都内において日本元気プロジェクト2020の開催予定していたんですけども、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大の状況をですね、受けてオンラインで今回映像配信をすることが決まりました。でもそんな中にもですね、やっぱりあのリアリティに対してのこだわりっていうのはしっかり持っていきたいと、で都内にあるコーアさんという、映像機材の会社の倉庫をですねお借りしました。そこで、はい、出演者の方々、スタッフの方々、関係者の全員がソーシャルディスタンス、もちろんね、心がけながら、収録では出演者が、重ならないようにも個別で行いました。まあね、本当どんな状況形であっても、うん、アンナちゃんはファッションで元気っていうね、はい、これまず一つメッセージいただけてます。で人間のエネルギーの強さ、素晴らしさを訴え続けてきたわけですから日本元気プロジェクト、うん、まあ、日本元気プロジェクトならではの表現で日本中だけではなく、はい、世界中の方々に元気を、パワーを、エネルギーをお届けしていきたいと思います。はい、さあこの後ですね皆さん行きますよ。まずは市川右團次さん、そして夏木マリさん、さらにデザイナーを目指す学生たちの作品によるファッションショーからの終盤にはですね、うん、世界遺産比叡山延暦寺からライブ中継があるんです。それではどんな状況でもたくましく表現をし続ける日本元気プロジェクト2020、うん、スーパーエネルギーを開催します。 Go 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 Let's roll。 Thank you.
私はもう、うん、鳥肌ですよ、ね、鳥肌ね鳥肌が立ったし引き込まれちゃった世界観に、うん、あの初めの下駄の音ね音、うん、もうあそこでわーってきた、うん、その後の桜、うん、桜の曲が流れたけど実際さ今年私見に行けなかったんですよ。でもなんか毎年やっぱり日本でこの桜を見るとやっぱみんなが笑顔になるじゃない、うんうんうん、みんな桜に集まるじゃん。さっきのファッションの話と一緒だけどやっぱ花だから色だからみんな元気もらいに行くんだけど実際もらいに行けてないんですよ。そういうなんか思いもあったからちょっとグッときたな。静かに踊る静寂だから悲しいっていうのイコールじゃないんだよね、うん、絶対人生にはそういう場面が必要、うん、だから激しい時もあるし、うんうんうん、またゆっくりになる時もあるしっていうのがこのやっぱ流れでは踊りでは踊りっていうのかな舞か、うん、は現れてたなと思って私はすごく好き。さて今ご覧いただきました歌舞伎役者の市川右團次さんがですね、はい、着用されたタコエという衣装なんですけれども、もともと関西さんが1971年よ、うん、ね、1971年日本人として初めて、うん、開催した、まあ、ロンドンコレクションのデビュー作になったわけですね。1971年って何年前ってことだ、うん、関西さんは当時、うん、およそ50年前ってことだから27 27歳の時か、うん、27歳の時に作ったタコエが今こうやって、うん、そう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 。でもさ、俺本当すごいと思うのが、だから一人の日本人としてね、うん、その当時日本人に対しての偏見っていうもの、うんうんうん、今みたいにあ日本人だっていうわけじゃないし、うん、関西さんってぶっ飛ぶっていう言葉大好きじゃん、うんうん、ね、みんなのぶっ飛ばしたコレクションだったと思うんですよね、うん、でね、このコレクションのそのショーを終えた後、うん、なんかインタビュー関西さん答えてるんですけれども、うん、日本の美しいもの、それが日本でも世界で通用することを証明したかったっていう言葉を残している、うんうん、でさっき言ったように関西さんはそうやって日本の文化とかいろんな文化をバンって出した時に、うん、本当に差別のない一瞬のこの沈黙を作るっていうのは、うん、成し遂げてる人だなって思う。このタコエなんですけども、うん、まあ、まさに歌舞伎から、まあ、インスパイを受けたデザインです。で今回初めてね、うん、初めて歌舞伎役者の、まあ、市川右團次さんに表現していただくことができたっていう、すごくない、うん、だって50年の時を終えて、うん、まあ、今まで歌舞伎役者さんにね来てもらったことはなかったんだけれども、今回来てもらったってことは言ったら新しい、もう本当に新しい世界が、うん、バッと刻まれた瞬間を私たちは見れたってことですね。目撃できましたね。すごい感動。しかもめちゃめちゃ良かった、うん、でもこれもそういうタイミングなんだろうな、なんか運命なんだろうな。50年の時 の理由があるんだと思う。2020年というね、うん、年だからこそ、そう、うん、生まれた表現なんでしょうね。そして夏木マリさんが着てたこの東京ポップという名の衣装ですよ、うん、まあ、ロンドンのショーでね大喝采を浴びた関西さんですけれども、うん、もちろん、はい、デビッド・ボーイのステージショー手掛けていました、はい、それめちゃくちゃ有名です、はい、まあ、その頃でしたね。まあ、デビッド・ボーイの話をするってね、僕が正直デビッド・ボーイの話していいのかっていうふうに思っちゃうかもしれないけど、もうなんか、まあ、イギリス男子、親父イギリス人でイギリス育った人間からするとやっぱ通っていく道なんですよ、デビッド・ボーイは。だから本当ね、歴史そのものもデビッド・ボーイが大勝負をかけて挑んだこのアメリカでのコンサート、はい、そしてワールドツアーですよ、ジギー・スターダスト、そしてアラディン戦、この両方のツアーで関西さんの衣装がね使われたんですよ。しかもね、そのね、うん、関西さんのその衣装なんだけど、デビッド・ボーイの回顧展で一番先頭、yes! メインドーンってありましたね、展示されてたの、うん、でこれまたすごいのが歌舞伎で引き抜きっていうのがあるんですよ、はい、で私も聞いたんですけど、こう歌舞伎でさ、うん、シュッてやると衣装がパッて変わるの。この衣装にも引き抜きの、まあ言ったら応用した仕組みがこう、うん、施されていて、うん、そのコンサートでデビッド・ボーイが、まあ、天井からわーって降りてきたんだって、黒い衣装で、はいはい、そしたら
そこもかっこいいんだけど、ちゃんと黒子が出てきて、はいはい、引き抜きをフィット引いて出てきたのが出てきたのが出てきたのがおいこの衣装なんだって。超有名な衣装ですよ。めちゃめちゃ想像しただけでかっこいいでしょ、うん、かっこいいよね。さあそれではここで嬉しいですね、はい、実は市川右團次さんと夏木マリさんからコメントを頂戴しておりますのでご覧ください。関西さんがもう多くのたくさんの人材を育成されているというその姿に感動いたしまして、私どもはやっぱり歌舞伎の世界も次世代の人たちが成長していきませんと歌舞伎の未来はないわけでございます。そんな中でファッションの世界において関西さんが若い人たちに少しでもチャンスを、そして夢を、元気を与えたいと、そういうお気持ちのもとでやってらっしゃるこの元気プロジェクト、もうその関西さんの創造の理念を継承していくという、そこにもう大変感銘を受けまして、私どもの歌舞伎の世界も共通するところは大いにありますし、自分自身でもこれから関西さんのそういうお気持ちをですね、自分の中にも取り込んで、今後の人材育成に生かしていけたらなと、そういうふうに思っております。まあ、ファッションだけではなくね、これから日本を引っ張ってくれていく皆さんに、私も皆さんぐらいの時はまだまだ時間があると思ってのんびりしておりましたけども、本当今の世の中、明日何があるかわからない、特にねこんな世の中になりましたので、ちょっと危機感を持ってこうなんていうのかしら、考えてるだけではなくね、関西さんのようにすぐ行動するということがいいんじゃないかと。やっぱこれ失敗しても当たり前なので、失敗をこう自分の宝にして、自分の夢に向かって歩いてきたらいいんじゃないかなと、まあ、ちょっと先を歩いている人間としてはもう時間はないのよということをお伝えしたいと思います。一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。今ご覧いただきましたけども、市川右團次さん、そして夏木マリさんも次世代の方々の夢を、まあ、応援してきた日本元気プロジェクトの思いを受けて、表現してくれました。あとすごい貴重な、ね、お言葉、ね、右團次さん、そしてマリさんからもいただけたんですけども、やっぱ継承する、育てる、うん、ファッションとこの歌舞伎、やっぱ次の次世代に伝えるこの重要性、うん、で右團次さんからも、ね、そういう言葉いただけたし、うん、あとマリさんからはこれ失敗や宝にするっていうね、うん、失敗ってさ、うん、はい、ほらないと我々成長しないそうよわけじゃないですか。失敗を恐れてはいけないって、うん、マリさんからもそういうメッセージね伝わってきたし、なんか自分の話になってしまうんだけども、僕実は大学が落ちちゃってるのね、うん、オクソード大学っていう大学、親父もじっちゃんもうちのイギリス側の家族が全員よく行ってた大学、すごい有名なとこ、それオークソー大学は比較的イギリスを代表するような大学なんだけれども、だけどね、まさかの面接レベル、試験もね受けることが許されず、なんで面接レベルで俺が調子乗りすぎちゃったの、面接で。そう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 。200年の歴史ぐらいで初めて落ちた人間だから、うん、結構ずっとコンプレックス、20代後半までずっとなんかやばいなと思って、ただある日、うん、親父たまたま NHK の企画でインタビューする、うん、あったんだけども、あの時ぶっちゃけ親父どう思ったのって言ったら、うん、いや気にしない気にしない、全然大丈夫、 You failed upwards って、うん、お前は上に向かって失敗したんだよって言った、うん、あ、すっげえ救われたなと思って、うん、でマリさんとの言葉とも共通するんだけど、うん、あの時の失敗がなかったら今はないでしょ。そうだよ、失敗したことある、あんなちゃんとか失敗なんて言う山ほどありますよ、うん、でも私はやらないよりやって後悔する、はい、が一番、やらない後悔が一番の後悔、うん、だから何でもやるの、失敗してもやるの、うん、やりたければ、うん、人生一回きりだから、うん、なんか結果なんて考えなくていいのよ、うん、もう結果は後からついてきて、その時に考えればなくて、うん、今さあ日本元気プロジェクトは皆さんのことですよ。夢を持った若き才能を応援するために国際文化交流プロジェクト、こういうふうに題して、日本とイギリス英国のデザイナーを志す学生に文化交流と、作品発表の機会をいろいろと作ってきました。
で第1回目となった去年なんですけれども、大英博物館ですよ皆さん。あの大英博物館で開催された漫画展と連動して、日英の芸術大学、服飾専門学校の学生の作品を、まあ、6月には六本木ヒルズ、うん、で7月には大英博物館で発表したんですよね、はい、で関西さんはこのプロジェクトどう思ったのか、はい、まあ、学生たちとの交流を通して、これからの自分の仕事は未来を、まあ、担う彼らの気持ちにまあ寄り添って、もっと行けもっと行けと、叫び鼓舞し続けること、まあ、どうしても今年はやっぱり新型コロナウイルスの影響、うん、コロナ禍の中で無観客で開催された卒業制作展とか、まあ、学校に通えないほどの状況に心を痛めて、まあ、前向きにポジティブに努力を続ける若い世代に光を当てたい、うん、そして国際文化交流プロジェクトの一環として、日本とイギリスの学生が制作した作品をファッションショーとして作り上げたわけですよ。絶対嬉しいと思うし、うん、もうこういうのが本当に大事だと思う、ね、それでは本当にデザイナーを夢見る次世代のめっちゃ夢が詰まった、うん、めっちゃエネルギッシュなファッションショーご覧ください。 Enjoy。 あー、いいか、いい、よく、モデル元浦セリナ、東京モード学園、カナコイマヨシ、モデルセリナ・マトーダ、University of the Arts, Nanako Wakisaka, Model Sakura Endo。College, Ryuga Kawabe, Model, Canon Hirata。
院、高梨美宇、モデル本浦セリナ、エデュケーショナルインスティテュート杉野学園、ドレスメーカー学院、美宇高梨、モデルセリナ本浦。Japon, Yuta Setogawa, Model, Canon Hirata.
ナちゃん、コーワさんのね、はい、倉庫で行われたショーでしたけれども、なんかこれからのファッションショーの可能性っていうものをね、うん、伝えてくれるようなショーでしたよね。ファッションショーだけじゃない、音楽も全て、そっか、なんかそれの可能性を見せてくれたし、やっぱり関西さんってやっぱ人がついてくるねっていうのはこういうことだと思うんだけど、うん、やっぱりコーワさんもこういうアート、関西さんの作品に対してリスペクトの気持ちがあって、こういう状態だからこそやれないじゃなくてやってやろうっていう気持ちがあったからこそできたと思うので、聞いた話によると、あそこ今ファッションショーが行われてるあの場所って機材で埋まってたんだって、はいはい、で、うん、何日かかけてその機材もどかしてステージを作ってっていう、やっぱり気持ちだよね、うんうんうん、があってやってくれたから完成できたっていう、やっぱこの裏、うん、裏もすごくこうグッとくるなと思うんで、私はやっぱね音楽やってライブとかもやってるんで、うん、あのこのこれが完成してちゃんとできたってことはすごいっていうのがものすごくわかる、ね、ショーだけじゃなく関西さんが世界中を回ってさ、うん、ね、いろんな冒険してるわけじゃん、うんうんうん、本当不可能を可能にさせちゃうちょっとした魔法チックなところがあって、うん、やっぱ楽しいよね。楽しい、楽しい、やっぱり生きてるって楽しいって、人間って素晴らしい、いっぱいいろんな作り物を作れるんだよって、それで笑顔にできるんだよっていうのがアートだから、それを伝えてってる関西さんの凄さがやっぱここでも感じられるなって思う、ね、うん、学生の皆さんグッドジョブです。ナイスワン。さて、先の見えぬコロナ禍の中で夢を持った次世代の方々の足元を照らしたいという関西さんの思いから企画された今回のプロジェクト、実はですね、この企画のきっかけとなったのは、関西さんが京都に行った際に、うん、必ず立ち寄るという33元堂の仙台の仏像から発する圧倒的なエネルギーにあります。燦然と輝くこの33元堂の仏像群と学生のファッションの作品が、これがですね、重なることで、うん、若き次世代の方々、一人一人がその光を受けて末永くフォーエバーですよ、うん、輝いてほしいという関西さんの願いが込められています。この度妙法院門跡よりご賛同いただきまして本当に感謝しています。その思いが叶いました。さあ、そしていよいよ一宮を照らすという願いを込めて、1200年ですよ、1200年にわたって世界の平和を祈り続ける世界遺産比叡山延暦寺からのライブ中継が始まります。また本日はですね、特別に根本中堂内陣の貴重な映像もご覧いただきます。さあ、この内陣なんですけれども、はい、あの ものすごく長い歴史を乗り越えて、うん、人々への安寧、要するに平和ですね、うん、の証として1200年以上絶やさずに灯し続けられてきた、不滅の法灯という灯火が安置されております。すごいね、1200年、一度も消えることなくずっと灯してるんだよ。そうだよ、そんなこと、そこにカメラが入るっていうね、すごいね、絶対綺麗だし、いろんな人の思いがこもってるし、そこを映させていただけたことも感謝だし、感謝の気持ちでいっぱいです。わー、はい、楽しみです。ワクワク、はい、ドキドキ、どうなるんでしょう。ちなみに皆さん、そしてアンナちゃん、うん、このライブっていう、英語はね、生きるとか、生放送 ね、うん、ね、あの普通にライブを行うのライブっていう意味もあったりとかするんですけども、うん、このライブを一回このスペル綴りをですね、逆さまにするとね、はい、LIVE が EVIL、 Evil、 つまり、邪悪なとか悪いっていう意味を持つ言葉になるんですよね、うんうん、で、日本元気プロジェクトからすると、今から世界中の人々に未来を照らす光をお届けするとともに、はい、このいわゆるイーヴィルですよね、新型、コロナウイルスという、邪悪な病原体、病をですね、うん、生きながらひっくり返して、うん、共存しながら乗り越えていこうという思いがあり、そこでライブ中継を配信していきたいと思っております。深い、そうそうそう、あと決して恐れるべきではない、うん、そう、元気
元気が一番、うん、大事、生きること、絆があれば、はい、ね、一人じゃないんだから、みんなあれば必ず勝てると思いますので、ね、いや、ここからのも楽しみですよ、ね、心の準備は皆さんも、アンナちゃんも、はい、できましたか、行きましょうか、しちゃってください、はい、それでは世界遺産比叡山延暦寺中継始まります。 Come on、さあ、ご視聴の皆様、我々日本元気プロジェクトはロシア赤の広場をはじめ、昨年はイギリス大英博物館などさまざまな国地域で開催してまいりました。そして本日は一隅を照らすという願いを込め、1200年にわたって世界の平和を祈り続けるここ世界遺産比叡山延暦寺より皆様に元気をお届けいたします。Now, everyone watching, we Nippon Genki Project have been held in various countries and regions, such as Red Square in Russia and the British Museum last year. And today, we will deliver energy to everyone from the World Heritage Site, Hiyeizan Enryakuji, which is a 1,200-year-old place of prayer. さあ、今から世界中のみんなへ未来を照らす光をお届けします。 And now, we will deliver the light named energy to everyone in the world. 行くぞ！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 
未来を明るく照らしたい、次世代に光をという思いから始まったこの日本元気プロジェクト2020、皆様のおかげでライブ配信を行うことができました。次世代に夢を、前へ向かう明日への希望を、未来に光を、日本元気プロジェクト2020、行くぞ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 。感動って何かっていうとね、普通できんとした部分をむちゃくちゃ頑張っちゃうことのようです。次なる才能に大いに行け進めということを言うのが私の立場だと思ってます。目いっぱいやってます。このイベントは今の日本の全ての人たちを確実に元気にするエネルギーを持っとる。全員がぶっ飛んでくれることです。